あ、おはようございます。今日は雪が降りました。空すごい綺麗だな。ということで僕は今富山県富山市にいるんですが、ここからちょっと金沢まで今から戻るので、ちょっと動画に撮ってみようかなと思っております。それでは今日もよろしくお願いします。はい、そんなわけでね、ちょっと止まったら心配だな。出れるかな。1日で20センチぐらいかな、積もっちゃいましたけれども、これ左から行った方が良さそうだな。右曲がれなさそうだから左から行きます。多分左か、なんかバーンっつった。一応今日は1月30日ね、北陸一応大雪ということで予報が出てるんですが、石川、福井はね、そんなになかったんですけど、富山はすごい降ってますね。季節が嫌な感じですな。なんか微妙にあれかな、やっぱりこの間も言ったんです、カメラのアップデートが入って若干なんか色味が、青の空の青が綺麗になった気がしなくもないけど、どうなんだろう。看板を見て、こんなとこ曲がって大丈夫なのかな。ちょっと怖いからもう一本奥まで行きましょう。一応8号って書いてあるけど、いやー大丈夫かな、細い道。でも除雪されてるっぽいね。除雪されてるっぽいんでここ曲がりましょう。斜め左方向です。行けんのかな、こんなとこ。すごい不安。この辺って結構いきなりこう大型進入禁止とか出てくることが多いので、わあ大変だ。現場作業してるね。雪もちらついてきましたが、どこだ、8号までもうちょっと、あと1キロぐらい。まあ、今日は土曜日なので、それほど国道も渋滞してないんじゃないかなと思うんですけど、滑ったら嫌だな、左落ちちゃう。
違う、ガタガタで、これあのワゴンあるのが真ん中走ってる。どうしたんだろう。地方線はちゃんと除雪機能してたっぽいのでなんか大丈夫な気はするんですけど、上り坂の手前で止まろう。右方向です。でもあんまり路面状況は良くはなさそうだね。なんか圧雪でガタガタになってそうな雰囲気があるけど、すごい運転だな。ああでも意外とちゃんと除雪されてますね。まあちょっとガタガタですけれども、空がね、すごい綺麗。金沢まで何時間かかるだろう。この先でね、渋滞してなければ割とスムーズに帰れるかなと思うんですけど、この右側に駐車場パーキングがあって、パーキング止めたらこのね、地下道を歩いてコンビニに行けるんですけど、夜ね、地下道歩くとね、めちゃくちゃ怖いです。なんかすごい独特の雰囲気で、なんか地下道ってちょっと変な空気が流れてる。俺だけかな。なんかすごい嫌な空間ですよ。あ、渋滞してるのか。止まった。止まる？
富山ってなんでこういう橋の上だけとかでも融雪装置がないんですね。俺ずっとあると思う。金沢と福井は結構あるので、昨日夜走りながら富山ってないんだと思って、なんか個人的にはもうあるようなイメージしかなくて結構びっくりしました。太陽が出てくると凍結しないからいいね。とは言っても気温が今はマイナス1度ぐらいなので、日陰とかその辺は注意しなきゃいけないんですけど、少ないな。やっぱり土曜日だからよかった。これ平日だったら多分すごい渋滞してたと思うんで、なんか前の雲が黒だな。雪降ってるかもしれないね、まだ。おお、快適快適。こことかね、結構いつも渋滞するんですけど、普通に流れてる。ちなみに今、8時半です。さっき言ったかな？まあいいや。朝8時半でこんだけ流れてるっていうのは、珍しい。雪でね。昨日の夜とかね、ここ走ってましたけど、真っ白だったんで、朝帰るとき大丈夫かなって結構心配してたんですけど、
ですよね。今日のお客さんのところの工場に入るのにも滑って入れなくて、デフロック使ったんですけど、デフロックあるいなしでも全然違いますよ。たまに昔に動画上げたダムの現場とか、ああいう雪じゃない悪路面でも使えたりするんで、もう考えた人はすごいなと思います。あ、でもやっぱり特にこういう雪道、雪どかしてないところ入っていくときにはもう絶対ないと動けなくなっちゃうんで、さっきの青空はどこ行っちゃったんだろう。後ろはね、すごい雲綺麗なんだけど、こっちはちょっとダメだね。真っ暗になってきた。最近ここ山岡屋できたんですけど、大型 OK って書いてあるな。大型どこ止めるんだろう。あ、後ろに大型止めるとこあるのか。知らなかったな。って言いながらも僕、山岡屋ちょっと匂いがダメで行けないんですけど、まあ、同業者の方見てる人いたらそこを食べに行ってもいいかもしれないですね。金沢まで60キロぐらいですね。どこまで動画にしようか。最近ちょっと長い動画ばっかりですもんね。まあまあ、でもできればせっかくだから県境まで撮りたいなっていう思いはあるんですけど、昨日とか栗原峠が結構ひどかったんで、まあ、今どうなってるかわかんないんですけど、
りした。雪が落ちてきた。なんだろう、このなんか看板とかの上から落ちてくる雪、 なぜか僕結構ヒットするんですけど、めっちゃびっくりします。ドーンって。今更思ったんですよ。なんかすごいあれですよね、富山の動画久しぶりに撮ってる気がするな。なんか大体富山の動画ってああいう狭いダムのよくわかんない山の中とか、今来るとこう大雪の時とかそんな時しかないような気がするんですけど、動画にしてる時は。せっかくね、1月の10日ぐらいのドカッと降った大雪がやっと溶けてきたのに、また積もっちゃって、これまた天気予報があれなんですが、明日日月ぐらいね、晴れだったんですよ、確かに。今年の今季か、今季の天気はちょっとよくわかんないです。わあ、またすげえ降ってきた。そうで、今回の雪はね、結構こっちでは珍しい感じの、ほとんど湿気含んでないサラサラのパウダースノーっぽい雪で、あんまり北陸だとね、こういう雪って山とかで行かないと降らないんですけど、こんな平地で降るのも珍しいなと。視界が悪くなってきた。ちょうど今、富山の呉羽と言われるとこですね。本郷。富山の人は呉羽で通じるのかな。私ここの左に飲食店がいっぱいあって、邪魔にならない端の方にトラック止めてご飯食べようと思ったら、この辺ってやたらと中古車のブローカーみたいな海外の人がすごい多くて、ちょっと何人か分かんないんですけど、
か頭にこうターバンみたいのをかぶってひげめっちゃ長い人たちが結構いるんですね。中古車ブローカーみたいなのは。で、この今左に止まってるトラックみたいに、雪のない時なんで邪魔にならないとこ止めてご飯食べようと思ったら、二人ぐらいその海外の人が乗った車が俺の前に来て、なんか一回 めちゃくちゃ文句言われたことあります、ね、でもなんかすごい怒ってるんだけど何言ってるかわかんないんですよ、ね、そっちの言葉で喋ってるから俺はなんで怒られてるのかもわかんなくてっていう経験をしてからあそこにはもう二度と近寄らないようにします。ということでここから射水市です。落ちてる、タイヤ止め落ちてる、怖っ。射水といえば新港大橋のね、海王丸でしたっけ、船がある、すごい綺麗な港というか、なんて言うんだろう、公園みたいなのがあって、結構ね、思い出があって、昔カメラ始めたばっかりの頃ですね、もともと誰か忘れたんですけど、誰かが撮ってる夜景の写真を見て、あ、一眼ってこんなに綺麗に撮れるんだ、俺も撮ってみたいなと思ってカメラを始めたのがきっかけなんですけど、カメラ買ってすぐの時にどうしても一回夜景を撮ってみたくて、夜一人でね、ここまで車走らせて撮ってた思い出がありますね。もう本当に写真やってると時間経つのが早くて、夜6時ぐらいに家出て7時ぐらいにねこの辺に着いて、なんだかんだねしてたら帰ったら夜中2時とかね。今でもね本当そうですね、なんか写真撮り出すと本当に時間が経つの早いな。多分それだけ楽しいと思えるから早く感じるんでしょうね。多分最近はこう大雪に見舞われたり、この間みたいに閉じ込められたりしてて、何気に結構疲労も溜まっててね、家帰ってもすぐ寝ちゃうみたいな感じで、全然写真活動、写活は何もほぼできてないんですけど、まだこう、なんだろう、雪景色の昼間の写真ってまだ撮ってないから、撮りたいなと思うんですけど。
その前回の大雪の時に、まあ、福井で立ち往生でハマってた時に福井富山がめちゃくちゃ降ってたんで、金沢も結構降ってるんだろうなと思って、で兼六園、雪の積もってる兼六園を撮りたいなと思ってたんですよ。で、まあ、実際帰ってきたら全然金沢雪がなくて、撮れなかったんで、まあ、なんか違うスポットでもあればいいんですけど、なかなか金沢は本当に雪が少ないので、最近。金沢じゃなくてもいいです。石川県で、おすすめのスポットとかあれば、教えていただきたいなと思います。知ってる人がいれば、教えてください。どうなの？山とか行った方が綺麗なのかな？なかなか乗用車がね、乗用車なので、どう考えても冬の山に行くような車に僕乗ってないので、その辺もちょっと辛いとこなんですけど、ね、ちょくちょく行ってる小矢部の滝行くのも結構躊躇するんで、あの辺なんかハマりそうで怖いね。雪が積もってる滝とかでも綺麗なんだろうなって思うんですけど、だいたいね、滝って山の中、石川県行った時もそうですよ、結構山の中にあるので、その滝をいろいろ調べてた時期があるんですけど、まあ、僕の住んでる金沢にね、日本で一番小さい滝ってのがあって、金沢のほんと町の真ん中ぐらいに、そこは行ってみたいなと思うんですけど、うん、なんか流れが悪くなってきたな。なんでな。これは左車線がダメなのかな。右行ってみよっか。あ、なるほど。軽音がいたんだ。何気になんでこの流れ急に悪くなったんだろうと思った。あの軽音の運転手さんね、30キロぐらいで走ってたの。
か急に圧雪がひどくなってきたからな。そんなわけでなんだかんだ喋ったらうちにですね、道の駅カモンパーク新港って来ました。まあ、富山来ることがある人、ここの道の駅だから、白エビバーガーだったかな。僕ちょっとエビはアレルギーなんで食べれないんですけど、エビが好きな人は立ち寄って食ってみるのもいいかもしれないですね。でもこの道の駅も思ったよりもトラックの駐車場がめちゃめちゃあるんですけど、乗用車はなんか少ない気がするから、週末とか来る人とかはちょっと止めらんないかもしれないですけど、まあリスナーさんでね、富山観光来る人がいれば言ってみてもいいかなと。まあ、交通の便が悪いんで、多分車がないとちょっと厳しいような場所ですけど。まあ、道の駅って基本車がないと来れないような場所ばっかりなんであれですけど。ちょうどね、確か裏ぐらいに、ね、温泉もあるんで、できたね。白だな。これどっち走ろうかな。能越道で行くか、8号線で行くか。昨日は本当なんかアイスバーみたいになってたんで、8号線経由で来たんですけど。どうしよっかな。雪の感じ見る限りはね、この辺全然ないんで、
んか交通量が増えてきた。急に。昨日まで真っ白だったのに、なんでこんなに雪なくなるんだろう。昨日の夜とかも路面見えないぐらい真っ白だったんですけど、見事に雪がない。どっちから行こう。すごい悩むな。濃密のから行くか。みんな8号線行くなぁ。
るほど。お客さんから電話があったんですけど、早く来てくれと言われたのはいいんだけど。まもなく左方向です。大丈夫かな、荷台とか雪がめっちゃ乗ってるんだよ。左方向です。高速で行くか。およそ300m 先、長慶寺北を左方向です。場所どこだっけなぁ。あんまり覚えてる。ちょっとパーキングで止まって。場所確認しなきゃいけない。ちょうどこっちに来てよかったかも。ただ栗から映せないのがあれですけど、どこだっけなぁ。いまいちわかんないなぁ。広いな。これは濃密度失敗だったかもしれない。場所が覚えてないんだよな。
あー、ここだここだ。オッケーオッケー、分かった分かった。ということで、急に呼ばれたのでちょっと高速で行くことにします。え、なんか止まってる？まもなく高岡北インターチェンジ入り口を右方向です。その先300メートル先左方向です。なんか止まってるんだけど、何これ。まあ、右方向です。ちー、なんかよくわかんない、1台止まってるや。ちょっと待って、その間にちょっとナビ見よう。何渋滞なんだろう。川で降り、あー、どっちがいいんだろうな、これ。あれ？インターがわからん。あー、ちょうどここで降りればいいのか、いつも通り。これは何渋滞だ？なんか一台車止まってるなぁ。高速乗りたいんだけど、無理っぽい？マジ？ダメか。高速乗れずですね、これ。よくわかんないけど、なんか事故かなぁ。止まっちゃってるね、大型と。いや、それだったらこっち来なかったのに。いやいやいや、マジか。変なとこ来ちゃったよ、これ。ただでさえなんか道が細いのに。おお、これだったら高岡から乗ればよかったよね。わざわざこんな悪路を選んでしまうとは。から高岡インターってどうやって行けるんだ。困ったな。このとこ左から行けんのかな。この辺怖いなぁ。大型曲がれるのかな、この先。あ、でもなんか雪なくなったなぁ。融雪があるのか、ここは。
怖いよね。なんかこの辺左曲がるっていうのがすごい怖いな。まっすぐ行こうかな。あ、でも意外と全部融雪出てるんだな、この辺。あ、ここだけ融雪なくなっちゃったね、また。ガタガタだ。あ、一応能越道って看板があるから、赤だ赤だ。多分曲がれるんだろうね。この次を曲がるのかな。相変わらずあれですよね、なんか YouTube の動画撮ると必ず何かが起きるみたいな。ここも、あ、でもみんな曲がってったな。行けんのか、ここ。なんだかんだなんか道間違えたりとか、まあ今日はトラブルがあったけど、車のね、ここ曲がれんのかな。曲がってみよっか。左方向です。さあ、行けるんでしょうか、この道。ちょっと不安要素が満載ですが、道幅を見る限りは大丈夫そうなので。四日市って地名あるんだね。僕は知らなかった。わあ、すごいな。ここで写真撮りたいな。綺麗だ。こういう建物が何もない平地とかで雪の写真撮りたいですね。一枚ぐらいで。右側すごい綺麗、いい景色。ちょうど雪が広がってるけど、鉄塔があってアクセントになって、個人的には好きなポーズだけど、そんなことしてる余裕がないので。住み込みに行かなきゃいけないので、ちょっと泊まる場所もないんですけど。あそこのローソン、トラック止まれればな、覚えといて、今度来ようと思ったんですけど、大型スペースなかったですよね。過ぎたらどこ出るんだろう。どこに出るんだこれ。あ、あー、
こんなとこに来るんだな。およそ700メートル先、右方向です。新しい道を覚えました。あんまり使うことないんですけど。でも運転手ってこうやって道を覚えていくことが多いかもしれないです。どこ曲がるのこれ。これの奥だよな。違う、ここじゃないよね。もう一本奥が8号だよ。まもなく右方向です。結構最近生放送よくやってるんですけど、右方向です。リスナーさんの中でもこれから運転手になりたいですとかっていうコメントをちょくちょくいただくようになってきて、僕はね結構長い、もう10年以上やってますけど、いまだにこうやってとりあえず通ってみて道を覚えていくみたいなことをずっとやってるので、でその通れる通れない道っていうのはその場の雰囲気とかそういうので割と判断してることが多くて、こればっかりだと通れるか通れないかどうやって判断してますかって言われると、もう自分の直感になっちゃうのであれですけど、経験もあるんだと思うんですけど、なんか雰囲気でこれダメだなとか、なんかやってると覚えてくるので、もちろん失敗もすることもありますから、でも失敗したとしてもね、なんとかなってるんで、選手になりたての方とかこれからなろうかなと思う人はめげずに、結構道間違えてとんでもないところ入ってた時とかは、特に都会なんかそうなんですけど、結構へこむんでバックとかしてると、そういうとこに限って車通りが多かったりするので、そうなっても心折れずにマイペースでやっていくことをお勧めします。元でなんか高岡北の入り口がダメだったので、高岡までやってきました。ちょっとロスタイムしちゃったけどしょうがないね、なんか止まってたから。ここかな、曲がるの。まもなく高岡インター入り口を右方向です。すごい曲がり方してる。その先700メートル先、左方向、有料道路入り口です。
右方向です。なんか曲がりにくいな、ここ角度が。およそ1キロ先、雪のため全員規制です。わ、なんか除雪部隊が出動している。まもなく左方向、小矢部と並ジャンクション、富山、金沢、福光方面です。どっち方面行くんだろう。あ、右の方行っちゃったな。残念だ。ギリギリ狙ってくもんでガードレールすごいわ。この先雪のため全員規制です。お、雪がない。すごい、雪が全くないよ。もうちょいなんか圧雪になってるかなってイメージだったんですけど、綺麗に除雪されてますね。あ、今日はとりあえずどうしよう、ちょっと栗からのね峠を撮りたかったんですけど、ちょっと急遽早く来いって言われて高速に乗っちゃったので、能越道小矢部ぐらいまでしましょうかね、今日は。あと多分10キロぐらいですか、わかんないですけど。多分今回の動画もすごい長いと思うので、最後まで見てくれてる人がどれだけいるかわかんないんですけど。